こんにちは、うちゃむです。久々に動画を撮影しています。えっと、プルオーバーの袖、片方完成して、もう片方今編んでいます。えっと、結構進んでいます。片方袖が完成したので、もう片方編めば、編んで、 袖下と脇を巻き閉じして、あと縁編みをすれば完成となります。ちょっと大きく、見ご、見ごろに直接袖を編みつけてるので、えっと、ちょっと見苦しい動画になってしまうかもしれません。では編んでいきます。 桜が開花して嬉しくて、ショート動画をたくさん撮りました。えっと、最初はサンロードの桜を撮ってたんですけど、それを見た両親が、あの、なんかすごい喜んでくれて、<laughs> あの、編み物、家で編み物ばっかしていた私が、外に出て、動画撮影のために外に出て、あの、 一人で帰りに日帰り温泉入って来たりするようになったんで <laughs>、あの、私でもびっくりする変化なんですけど、えっと、ちょっと、撮影のためにあの、アスパム行ったりもするようになって、えっと、暖かくなってきて、 もっと行きたいところがあるので、行けたら行こうとは思っています。えっ、ー、と、弘前公園開花して、えっ、ー、と、日曜日行ったのかな日曜日行って、で、この前木曜日も両親と行ってきたんですよね。 えっと、父が、桜の写真撮るのが好きで、父のためだったんですけど、私がスマホでショート動画撮って、あの、動画にしてアップしたのを見て、あの、すごい協力してくれるようになって、んで、ありがたいんですけど、<laughs> えっと、 出かけてばっかりで、今ちょっと出かけてばっかりですね。えっと、桜の動画5本から7本ぐらい上げていて、うんそこまで再生回数は伸びてないんですけど、 えっと、もともと編み物動画やろうと思って始めたチャンネルだったので、青森の風景の方がメインになってきてしまっていて、今後どうしていこうか悩んでいます。うん結構、いろんなところに行ってるので、青森市内の観光施設結構いろんなところ行ったんで、 どうだろうなと思って、うん。なんかイベントがあったら、市外のお祭りとかの、お祭りとかちょっとしたイベント参加したいなとは思っています。えっと、どこまで話したかな。 あと4段ぐらい編んだら完成で、えっと、完成っていうか、編,編むのは、あと四袖編むのはあと4段で、あとは、閉じてから縁編みを、襟ぐりとか裾にやる感じで、ですね。 またこれかちょっとひっくり返します。 完成間近なので、完成したらまたいつものようにトルソーちゃんに着せて披露したいと思っています。えっと、教室の先生がこの先作,作品をすごく気に入ってくれていて、うんと、完成したらぜひ、えっと、カルチャースクールの展示のスペースに飾らせてほしいって言われまして、えっと、 これウールとかが入ってる冬糸なので完成したら秋ぐらいまで展示してもらおうかなって思ってますそうですね ショート動画に振り切るか、編み物動画に振り切るか、うん、ちょっと迷ってるっていうか、両方やりたい気持ちも強いので、えっ、ー、と、ツイッターでアンケートかなんか、アンケートやってみようかなって思ってます。 ちょっと今日バランスが悪くて、三脚の、ちょっと、何回も倒れてます。すいません。 えっと、私、精神科の薬飲んでるんで、副作用で手が震えるんですよね。で、ちょっと見苦しいかなと思うんですけど、震えてしまうのはどうしようもないし、編み物してるときは震えないんですよね。えっと、鎖目割って目を拾うときとかは手が震えることはあるんですけど、他は震え止まるんですよね、編み物してるときは。集中してるから。 よいしょ。ちょっと短いですが、もう12分喋ってしまったのでこ、こんな感じかな。こんな感じですね。完成間近です。頑張って袖編み編んでま、ま とじはぎして、縁編みします。えっと、ま、次は完成した時にあげます。じゃあ、今日も、今日も見てくれてありがとう。じゃあね、バイバイ